どうも皆さんこんにちは、 K コーヒーと磯コーヒースタンドです。今回は、ドリッパーの塩水ドリッパーの違いを検証していきたいと思います。ありがとうございます。今回ご協力いただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの、今回紹介するドリッパーなんですけども、こちらから三洋産業さん、カフェックさんの、フラワードリッパーと、こちら、河野さんの名門ドリッパーと、あとこちら、ハリオの V60、ハリオさんの V60 を、検証、比較していきたいと思います。それぞれの、形状をご紹介しますと、三洋産業さんのフラワードリッパーはその名の通り、お花のような形のリブをしておりまして、大きな一つ穴が開いております。河野さんの名門ドリッパーっていうのはこんな風に、下の方だけリブがついておりまして、穴的には、小さめかなというところです。で、ハリオの V60 っていうのがスパイラルリブと呼ばれておりまして、まあ、その、まあ、渦を巻いているようなリブになっております。で、大きな一つ穴が開いております。それを、まあ、どう違いが出るのかっていうのを今回比較していきたいと思います。今回使用する豆っていうのが、以前も紹介させていただきました、まあ普段飲んでる、加藤コーヒーさんの、今回ペルーの豆を、使用していきます。グラム数としては 10g 使用していきたいと思います。使用するペーパーなんですけども、こちら三洋産業さんカフェックさんのアバカペーパー、アバカコーヒーペーパーフィルターを使用します。まあ、こちらが、私の感覚なんですけども、お湯が落ちるスピードが速いので、入れるのには適してるかなと思いましたので、今回こちらを使用していきます。今回協力していただく磯コーヒースタンドさんは、河野の、認定のアドバイザーをされていますので、されていますので、ちょっとご協力お願いします。お願いします。お願いします。まあその磯コーヒースタンドさんに、まあちょっと河野の、まあ、特徴というかっていうのをお聞きしたいんですけど、河野っていうのはやっぱり深入り向け、そうですね、まあ、やっぱりこうゆっくり入れる、まあ、のを抜いてるってことなんですかね。そうですね。まあ河野さんはやっぱり深入り向けで、まあゆっくり落ちるかなっていう、まあ、特徴が、まあ、メーカーさん、河野さん自体もこんな風にこうアドバイスというかしているみたいです。で、まあハリオの V60 っていうのは結構
有名だとは思うんですけど、ハリボーの V と宇宙は結構落ちるスピードが速かったり、まあ調節できるっていうなんかいうみたいですので、まあ浅入りから深入りまで、まあ、入れられる、まあ、バランスの取れてる、ドリッパーなのかなと思います。で、フラワードリッパーは自分の使ってる感覚だと多分一番スピードが速いんじゃないかなっていう、感じはします。もちろんペーパーとかにもよるとは思うんですけども、フラワードリッパーも、まあ、どちらかというと、深入り向け、まあ、その深入りでもこのすごくどっしりしたコクを出したいっていうわけじゃなくて、深入りでもちょっとすっきりしたものを飲みたいっていう方向け、あとまろやかに、入れたい方向けっていうのかなと思います。まあ、それぞれメーカーさんで推奨のペーパーっていうのを出してるんで、まあ、ちょっと一概には言えないところもあるんですけども、メーカーさんの、まあ、入れたいコーヒー、美味しいと思うコーヒーっていうのでそれぞれ住み分けされてるのかなと思います。では早く検証してくれっていう方も多いと思うので、早速、入れていきたいと思います。これはこっちが内側がツルツルしてるから、あ、本当ですね。それはガラガラ、こっちは中もガラガラ、それでは、入れていきたいと思います。お湯の温度は、90度で入れていきます。よし、はい、ではお湯を入れましたので入れていきます。取ってます。はい、取ってます。取ってます。はい、よし、じゃあ行きましょうかね。じゃあ、じゃあ、さちこさん一番右を押してもらって、のでこれはいいの、はい、入れる、入れます。はい、はい、じゃあまず蒸らしです。難しい難しい。で、蒸らし時間は40秒待ちます。はい、もうそのまま一等で、あ、うん、そのままでいきましょう。はい、じゃあ、あとは、あとはもうずっと入れる感じ。忙しいですね、これ。忙しいですね、三つ同時はちょっと一つで。そうですね。はい、それぞれ入れていきます。まあ、感覚としてはハリオが一番速いくて、コウノが2番目で、フラワーが一番遅いって感じですかね。あ、これは、これ、はい、これが、これ、はい、
では飲み比べていきたいと思います、はい、まあちょっと2人の舌が正確かどうかはちょっと別として、飲んでいきましょう。はい、いきます。やっぱりなんかスピードとなんか比例してる感じはちょっとしてるかな、なんかハリオの方が匂いはなんかすっきりとかしてるかな。でフラワーがなんかちょっと結構匂い的にもしっかり、まあちょっと重たい感じの匂いに捉えられますけども、どうでしょう。わかんない。わかんない。あ、うん、こっちの方がなんかトロッとしてる。フラワードリッパーの方がトロッとしてて、あ、うん、そうですね。あ、まあまあしっかり、うん、うん、しっかり出てる。うん、あ、うん、違う。うん、違う。まあ、すっきり。ハリオが一番すっきりしてて、やっぱりこうフラワードリッパーがしっかり、結構ドシッとした感じにちょっとなりやすいかな。で、まあ本当こうのが一番中間というかバランス、まあ味はしっかり出ててすっきりしてる感じかな。まあ多分そのスピードと多分コーヒーオイルの出方とかもちょっと変わってきてるとは思うんですけど、あー、やっぱりなんかフラワードリッパーが一番ほんとどっしりしてる感じが、うん、結構苦味もきてる、うん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 、一応分かりやすいかな、うんうんうん、っていうところですかね。うん、まあ多分そのほんと湯の落ちるスピードに差があったので、うん、結構違いは出てる感じはしますね。意外とこっちが酸味が出てて、こっちもっとすっきりかなと思った、うんうんうん、意外とすっきりもしっかり出る。まあしっかりも で、うんうん、出てるかな、うん、そう、うん、そうですね、酸味もちょっと出てる感じはしますね、うん、まあすっきりなですね、すっきり飲みやすいの、うん、確かにこう、うん、本当なんか深いが苦手な人とかでも飲みやすくなってる感じはしますね。自分は、まあ、確かにその酵母のちょっと予想に反して一番しっかり出れるのかなと思う、まあ出てはいるんですよもちろん、しっかり一番ドシッとくるかなと思ったんですけど、ただそのもう飲みやすくもあるし、そのさっき言った酸味も、まあ、比較的出てるんで、出てる、自分はある程度、まあ、酸味も楽しみたい、最近酸味も楽しみたい傾向もあるので、多分一番好きかなっていうのはいますね。多分本当さっきも言ったんですけど、好みで、好みとか、本当その時の多分気分とかでも変わるので、まあしかもこう今回一回一回一杯ごとにこう水を挟んだりしてこう違いをやってないんで、ちょっとまあ、正確なのは出てないかもしれないですけど、まあ、ただ本当結構違いましたね。違いますね。面白いですね。面白いですね。まあ、今回本当ペーパーも合わせてしてるんで、本当それぞれメーカーさんのペーパー、推奨してるメーカー、ペーパーもあるんで、本当それによってだいぶ変わってくるかなっていう感じです。結構本当面白い結果に今回なりました。まあ入れる事実っていうちょっと両手で自分が入れてた分があってブレてる部分もあるとは思うので、ちょっと一概には言えないんですけども、まあ、結構落ちるスピードにも差が出てたんで、まあということで好評といたしまして、まあ一番すっきり出てるのはハリオ、一番どっしり。と出てたのがフラワードリッパーですね。コーン自体は、まあ、すっきりして酸味も、まあ、味もしっかり出てるのは傾向はありましたので、本当好みによって入れられるかなと思います。まあ、
もうドリッパーだけで言うとやっぱハリオは浅煎りのコーヒーっていうのに結構向いてるのかな。まあ高温、まあ、90度以上とかで早めに入れたい時っていうのに適してるかなと思います。コーノ自体、まあ、コーノ自体もその名門ドリッパーっていう、今回使ったのは名門ドリッパーとか、あとドリップ名人とかいろいろ種類もあるんで、それによって使い分けはできると思うんですけど、まあ、あとまあフラワードリッパーも、まあ、一番どっしり入って、まあ、深入りが好きな人、どっしりしたコーヒーが好きな人には結構適しているのかなと思います。今回、検証しまして結構面白い結果になりましたので、まあ、皆さん本当ご自分の入れたいコーヒー、まあ、どういう味を出したいかで、まあ、皆さんこのドリッパーっていうのを、買われてみてはいかがでしょうか。まあ、ちょっと自分がどちらかというと興味もあるのがペーパーのちょっと比較っていうのをしたいと思ってますので、次回ちょっとペーパーの比較も、まあ、みそこおじさんもご協力いただけるということなのでしていきたいと思います。今回、ご視聴またいただきありがとうございました。また、コメントなど、してほしいことなど、あるとコメントいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。またね。